皆様こんにちは、高橋克典です。今日はですね、僕の趣味の一つでもあります、オートバイ、バイク屋さんに一つ来てみました。ここにはですね、実は僕のバイクも預けてありまして、このバイクを組んでもらったこのバイク屋さんに今日は来てみました。サラリーマン金太郎の映画の中で、三池監督に金太郎のバイク何にするって言われて、もう僕それはもう僕子供の頃からの憧れで、いや絶通がいいですよ、言いまして、その絶通をですねあれこれつけて組んでっていうので、こちらのバイク屋さんのですね、古橋君という店長さんが作ってくれました。はい、というわけで今日はこのお店に来てみました。もういろんなバイク置いてあるんでね、旧車のお店です。はい、矢沢永吉さんのですね追っかけでございます。今実はツアーやってるね、もう何日はダメだ何日はダメだって言って、何やってるのって言ったら、A ちゃんです決まり事では。じゃあ行ってみましょうか。はい、いろいろ面白いものがいっぱいあります。では古橋君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。彼とはですね、サラリーマン金太郎の時のね、はい、映画で、その Z を金太郎のバイクにしたいということ で紹介していただいて知り合いました。はい、でもうあれやこれやつけてね、憧れパーツを盛りだくさんつけて金太郎を組み上げたわけでございます。でもともと彼の仲間もね、撮影にいっぱい来てくれて、ね、いっぱい来てくれました、ね、何来たんだっけあれ。結局最終的には、最後 の大勢のシーンの時は多分あそこ500台ぐらいです全部の頭が高橋さんでした。彼がだからそのもう当時からやってるこのミスティという、ね、お店、初めは洋画にあったんですよ。洋画にあったんだけど、ここが続きという場所に、ね、はい、10年ぐらいかな、ここに来てですか、うん、ここに来て6年目になります。はい、立ちます、はい、ちょっと広くなった、はい、ちょっと広くなった。なるほど、ね、見ての通り台数かなりこの旧車ありますけど頑張ってるよね。ありがとうございます。あんなになんか A ちゃんのコンサートばっかり行ってすいません、よく店が回ってる、ね、いやいや有能なスタッフが、はい、生かしてくれてる。そうだよね、もうこの日はダメだとかね。すいません今山梨ですよ。何やってんの。すいません A ちゃんです。当たり前みたいに A ちゃん。すいません。あそこにね A ちゃんがで、いやいや、それで僕のその絶痛が突然見たくなったのと、ちょっと実は手放そうかなっていうね、ちょっと悲しいお別れをしようかなっていう気持ちもあり、絶対売らないって言ってたのに。売らないって言ってたね。うん、初めの2年ぐらいはもう真冬に走っても絶対寒いって言わなかったもんね。真冬一人で箱根とか行ってましたからね。こいつは乗んない。なんで乗んないって。寒いもん。寒いですからね。何を言ってんだお前は。でもちょっとまず一目やっぱあって。そして気持ちが変わるかもしれない。気が変わってしまうと。いやかもしれない。でも売ろうかなとかって言ってたら、お客さんが一人ついてる。でちょっと待って。娘さんがなんとアイドリングのメンバーもう卒業。もうそうですね。ね、解散しちゃいました。古橋ゆい。まゆ。あ、まゆ、まゆ。まゆちゃん。はい。可愛い子ですよ。こんなちっちゃい。もうちっちゃい時から、はい、面倒見ていただいて。今どうしてる？まゆちゃん。今ソロになって。ロックをやるって言って今一生懸命バンドやってる、はい、潜ってまだ表に出られず頑張ってやってます。ずっとその独立した時からコロナでもうライブが一切できなくて、ね、もうしょうがないよねそれはね、はい、もう今のうちにだからちょっと今ずっと、ね、練習ばっかりしてます。生まれた時にね、まちゃんがねちょっとこう体に問題があってもう心配して、はい、なんかちょうどタイミングでね、はい、そうですね、本当にそれ分かったか分かんないじゃない、なんかすっごい落ち込んでる時に俺たまたま来て、そうなんですよ。ね、って言って、うん、まあ、そっから大きくなってアイドルになった。それが嬉しかったよね。びっくりですよ ね。ちょっとね、このメカニックで働いてる彼を紹介します。ゆい紹介して。はい、こんにちは。今のチーフでいます。大型和樹くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。
ただ趣味はね、オートバイク。これなんでしょ。はい。オフロードの。このバイク。これはいわゆるあのオフロードでこういうタイヤついてる、あのほら、アクロをね。の山の中の道とか、もうあのほら、いろんな岩登っちゃったりとか、そういうやつでしょ。飛んだり跳ねたりするやつだよね。すごいやつですよ、これ。これをやってる。あと、あのカースタントカースタントだよ。ほとんど金が。あ、そうなの。それでもう一人の従業員の方がね。うちの看板娘。はい。美人ですね。岡崎まさよ、まさよ姫だよ。はい、まさよ姫です。まさよちゃん。はい。年下からはまさよさん。一応姫って呼ばれてます。姫。姫です、うん。姫なんだ。はい。じゃないと。対応が悪く変わる、はい、赤の様に変わります、はい、で姫って呼ばれた時の反応は姫、あ、こんにちは、あ、こんにちは、呼ばないで、あれ、まさよちゃん、どうも、感じ悪いあといろんなことがあって大人になってね、今でも頭は上がってるけど、で、エイちゃんのおかげはしてちょっとずつ上がってきてるけど、やっぱりしっかりも子供育ててさ、してやってね、大変してるもんね、大変ね、結局俺なんか最後まで肉体労働だよね。そうですよ。本当に言ってなんぼしかないから。だってハードですもんね。朝や行くから夜遅くまでとか。本当だよ。あの生活してるのって本当に僕らがあの道路工事の方。ああそうですね。でもあの方たちもシフトがあるじゃん。そうそうそう。俺らないもん、ね。ないですよね。代わりがいないですから、ね、代わり、まあさ、嬉しいことでもあるけど、ちょっとね、実際的にはハードだ。ハードですよ、皆さんすごいと思うんだと。最近はほら、プライベートもないでしょ、みんなカメラ持ってる。ああ、そうですよね。本当に、いやいや、今更ね、家庭持ってさ、まあ、悪さしようと思わないけど、とはいえさ、うん、いや、俺、デビューした頃にね、やっぱり自分こう 寝起きみたいなもんなのでさ、渋谷で誘われたからさ、中華食いに行ったの。ですっごい売れてる時だったわけ。さ、円卓があって向こう側に女の子が座ってたんです。女子高生が3人、僕も若かったんですよね。で、真ん中の子が僕のファンだったんですよ。で、両脇の子がね、あれ正面の高橋克典じゃないって言ってるわけ。で、俺がボッサボサで言ったらさ、その子見て、違うよ絶対そうか、芸能人っていうのは俺じゃねえんだな俺じゃなくていいんだね、あ、なるほどね。その人のものなんだ、売れてる時。はいはい、もういい加減ほら、じじいだから、あのもう自分でいさせてもらってますけどね。はい、まあ、そんな感じで、いろんな逸話がありますよ、この人は。ハードですね。さあ、というわけで、ちょっとバイク4-4、ホンダ400-4。これがまたね。これノーマル？いや、集合とかついてますね。そうだね。いい私は、ね、そ, うそうですか、ピカピカですね。400はね、ちょっとチャリ感覚で、そうですね、軽いですよ、もうZから比べたらちょっと怖いぐらいに軽いよ、ね、軽いです。いろいろあるよ、ほらZがありまして、これが働いてるね、はい、従業員の女性のマサヨ姫さん。いや、よく集めてくるね、しかしこれこれもだいぶいじってるの。そうですね、これはかなりもうエンジンとフレームぐらいしかノーマルがないぐらいやってる、はい、これが元ですね。元あげようかなこれがまたなんかややこしいバイクですね GT550 ですね。パッソルがある。あ、そうなんです。懐かしいパッソルはヤマハ GR50 うちの娘用にと思って作ったんですけど、うん、中型免許取ったら50なんて乗りたくないって。そうだな。
あれパスソーラ20万どうなのこれ盗まれるね絶対盗まれるよこれ、じゃあそろそろ僕のバイブ行ってみますか。はい、行きましょう。これ僕の愛車です、川崎 Z2 ね、正式名称はこれ、はい、750RS。 750RS これ何年ぐらいのものですか。これは1974年です。74年、はい、ね、僕がだから僕らが11歳の頃の、そうですね、うん、はい、74年10歳か。そうですね、10歳だね。10歳です、ちょうど10歳、まあ、だからもう出てかっこよくてさ、先輩たちがこれ乗っててね、はい、憧れのバイクだったんですよ。そうですね、でこうグリップとでバックステップつけて、もろもろこれ吉村の当時もんですよ、ね、そうですそうです、集合か。切っちゃった切っちゃった切っちゃった、ちゃんとしてたんです。あとは大体こうオリジナルですね。そうですね、はい、はい、でこうそうですね、ビートとかついてないとかいいですね。そう、はい、そう、はい、ない時代ですからね。ない時代、ね、まだそうか、あそうか、いやいやいいでしょうこれ。ちょっとエンジンかけてみますか。一発でしたね。いやーいいでしょ。もうなんかエンジンかけた瞬間に気合入ってますみたいなこの感じ。そうです、いいね。やっぱりいやいや、ちょっと手放そうかなと思ったけど、やっぱ見るとこれ警視庁のイベントも出ましたもんね、これ出た出たそう、あの警視庁の交通課、交通安全のね、交通安全のイベントで白バイとパトカーに囲まれて走ってんだけど、帰ってきたらみんな爆笑してて何笑ってんのって、いや確保されたみたいですよなんか逮捕されたみたい。いや、これ大丈夫かなと思って。そう、でもしたら白バイ警官大受けだったもん、ね、あーすごかった、ね、あれ絶対じゃないですか。 あの女の警官いっぱいいたじゃないですか、白バイじゃないですか、みんな写真撮りに行ってたね、もうなんかもう警官だろうが何だろうが、こうただのバイク好きだった。いや本当そうなってましたね、うん、楽しかった。へえっつって見てたね。あの時また Z がちょっと少なかったよね。そうです、まだ今みたいに人気でね、はい、旧車ブームでもなかったから。はい、そうですね、うん、ちょっと伝説みたいに球数があんのみたいな、ね、やっぱオートバイ好きなんですね、白バイ隊の人もね。そうですね、そう思いました。そうね、はい、いやもう何とも言えない味があるでしょ、この何とも言えないこのパンクの形にしてもさ、何なんだろうね、この全体のバランスの。これデザインもいいし、ね、エンジンの周りもいいし、まあ、乗るとね、はい、やっぱり旧車だなって感じがするけど、まあ、はい、そうですね、まあ、それも気をつけながら、やっぱこう仲良く乗ってくっていうのがいいよね、はい、あとこのスイングアーム、これやっぱりね、これで かなり強度が、そう、ね、はい、上がってます。まあ、何が速いって音が速いからね、ちょっと音が速い、音速いですガーンガーンガーンパッと見るとまだそこにいるのかそうです、気合がもう、いやいいなぁ。